マカヒキは日本の競争馬。主なカチクラは2016年の東京優春、弥生賞、ニエル賞。馬名はハワイの収穫祭であるマカヒキから。2013年1月28日、北海道アビラ町のノーザンファームに生まれる。1歳児の9月2日にノーザンファーム空港牧場に移動して育成調教を開始。 牧場到着時の馬体重は4 4 2ラムだったが、翌年の9月16日に、同牧場を離れる時には5 2 0ラムほどに成長した。同牧場上長の菅谷清によると、おとなしいし、体はしっかりしているし、乗っても悪さをしないので、日常の管理はスムーズでした。強い負荷をかけると、それが体に現れてくるのが普通なのですが、この馬は、 肉体的に応えておらず、いつも余裕が感じられた。落ち着いた性格だし、動きがゆったりしていたので、距離も持つだろうとと述べており、本場に帰乗した人間たちは、ただ者ではないと言っていたという。ノーザンファーム副代表の吉田俊介によると、同じ時期には後に、マカヒキが制するダービーで二着に入る里のダイヤモンドもいたという。年月日、京都競馬場。 1> 芝1八百メートルの新馬戦で、ミルコ・デムーロの騎乗でデビュー。単勝一番人気に応えて解消した。直線半ばで勝利を確信したデムーロが、ゴールする前に、馬の頭を撫でる余裕を見せた。自走に注目が集まったが、微出血を発症していたことが、レース後に判明したため、やむを得ず放牧に出され、次年に備えることとなる。二千十六年の初戦は、若駒ステークス。 この競争からクリストフルメールに乗り換わった。8頭と小頭数での競争となったが、中段後方待機から直線で抜け出し、2着に一馬身、1、4差をつけて優勝した。自走は、強い相手とやりたいという金子正人オーナーの意向も、受け、重賞初挑戦となる、弥生賞に出走した。この競争では、前年の朝日杯フューチュリティステークスの一着、二着馬で、ある、 リオンディーズ、エアスピネルとの対戦となった。単勝人気は、リオンディーズ、バカ引き、エアスピネルの順で、4番人気は20.8倍であった。レースでは、リオンディーズ、エアスピネルを前に見る形で後方を進み、最後の直線で先に抜け出したリオンディーズに、首差をつけて優勝。レースレコードで、無傷の3連勝を飾った。クラシック3巻の1戦目となる、サツ賞では、 キサラギ賞に優勝し3戦3勝で臨んできた佐藤のダイヤモンドとリオンディーズ・マカヒキが新たに3強と評された。この競争ではルメールが佐藤のダイヤモンドに起乗したためマカヒキは川田賞宮やを安定に迎えた。レースでは先頭が前半の1000メートルを58.4秒のハイペースで通過する中マカヒキは後方に待機する。 最後はよく追い込んだが、共同通信俳優賞から直行してきた D. マジェスティを捉えきれず2着に敗れた。札幌賞の後は1ヶ月半の間隔を空けて、クラシック3冠2戦目の東京優秀にへ直行した。札幌賞で上位を占めた五島に加え、直前に行われた重賞に勝利したスマートオーディンやバンキッシュランなども出走。強い競馬を見せてきた馬が多数いたことから、 この競争を空前のハイレベルと評価する者も,もいた。このような出走場の中で、マカヒキは D マジェスティ、里のダイヤモンドに次ぐ3番人気での出走となった。レースは前半1000メートルが60.0秒という流れの中、これまでの後方待機と異なり、中断につける。最後の直線ではエアスピネルと里のダイヤモンドに挟まれ、進路を失いかけるが、 狭い隙間をついて一気に前に迫る。先に抜け出していたエアスピネルを残り100メートルでかわして先頭に立つと、外から追い上げてきた佐藤のダイヤモンドと並走。ゴールではわずか8センチメートルの差で、佐藤のダイヤモンドより先んじて1位入選となり、第83代日本ダービー優勝馬に輝いた。また、この勝利により川田はクラシック競争完全制覇を達成した。 友道調教師は、東京優秀の前からその内容次第で、外戦門章に挑戦する可能性について述べており、この勝利を受けて、フランスへの遠征を決断。ステップレースは、フランスのニエル賞とし、騎手は、弥生賞などでも手綱を取ったルメールが起乗することとなった。7月15日に、放牧先のノーザンファーム 10A から、立東トレーニングセンターに帰球し、 国内で調整を続けた。その後8月19日に日本を出国し、オランダを経由して、フランスで開業している小林里支給者に到着した。フランスではルメールが起乗して、大道馬であるマイフリバと合わせ馬を行うなど、調教を消化し、ニエル賞を迎えた。ニエル賞は、この年のダービーステークスとアイリッシュダービーを制覇したハーザンドも出走する可能性があったが、 結局回避して、アイリッシュチャンピオンステークスを選択。他の出走馬は1頭が G3 カチューマ、3頭が重賞未勝利馬であったことからブックメーカーでは1.44倍の圧倒的な一番人気に押された。レースではスローペースを3番手で追走し、最後の直線で先行する2頭をかわして優勝した。楽な相手に対して2着とは首差であったが、ルメールは、 休み明けでもいいレースをしてくれた。直線の反応が良かったし、簡単に勝ちました。友道は合わせ馬のような形で、びっしりとレースをしたかったから、いい展開のレースとなったと前向きなコメントを残した。その後も、順調に調教を重ね、外線門章に出走。この年は、前年のキング・ジョージ6世クイーン・エリザベス・ステークス優勝馬で当年の、 ドバイシーマクラシックでは日本から遠征したドラメンテにも勝ったポストポンドが本命と目されていた。他には前年のブリーダーズカップターフの勝ち馬であるファウンド、前日の AI ダービーはハーザンド、前年はジョッキクルブ賞に優勝し、外戦門賞3着だったニューベイ、ディアヌ賞2着で前哨戦のベルメイユ賞に勝ったレフトハンドなどが出走した。一方、 ディアノ賞などを戦死発戦全勝であった、ラクレソニエールが故障のため、ジョッキクルブ賞の勝ち馬である、アルマンゾルは、チャンピオンステークスを目指すため、オークスステークス優勝馬のマインディングは、所属級者から、他の3頭が出走するという作戦上の都合のため、回避した。事前に行われた枠順の抽選により、シャンティ競馬場では不利とされる外枠の14番からの、 出走となった。レースでは、コースターとを切り、道中は、ポストポンドをマークするように中断を進んだが、バグンの外を通らされる。直線に向いても伸びず、14着に敗れた。レース後、オーナーの金子正人は、わからない。わからない。本当にわからない。残念ですね。とコメントし、ともみちは敗因について、外枠からの発想であったことや前走から、 中2週間だったレース間隔を可能性としてあげ、ルメールは普段と違ってレース中に折り合いを書いていたことを明かした。10月7日に日本へ帰国。一時は有馬記念への出走も示唆していたが、年内は休養し、翌年の京都記念を目指すこととなった。この年は予定通り京都記念から指導、安城には新たにライアンムーアを迎えた。 レースでは前走の香港バーズで初 G1 制覇を成し遂げていた里のクラウンらに先着され3着に終わった。自走はこの年から GI 競争へと昇格した大阪杯に出走。前年の年度代表馬である北サンブラックとの初対戦となった。一方、同期のサツキ商馬であるディーマジェスティは日経賞、菊花商馬の里のダイヤモンドは 半身対象点を選択した。安城は再びルメールに戻り、北サンブラックに次ぐ2番人気での出走となった。レースでは、先頭が前半1000メートルを59.6秒で、通過し北サンブラックが3番手につける一方、マカヒキは後方に待機する。最後の直線では、外から追い込んだが、優勝した北サンブラックらに及ばず4着に終わった。 宝塚記念のファン投票で4位を獲得したがこれを回避。秋の毎日王冠からの指導を目指し、また、安城は内田博之が務めることとなった。毎日王冠では、この年の優秀品馬に優勝したソウルスターリングが一番人気に押され、マカ引きは二番人気。レースは、ソウルスターリングが予想外の逃げを打ち発着に敗れる展開となり、集団から足を伸ばした。 リアルスティールが優勝、マカ引きは6着に敗れた。天皇賞では、前走で先着を許したリアルスティールに加え、北サンブラック、宝塚記念優勝馬となった里のクラウンらも、出走したことから、自己最低となる単勝9番人気での出走となったが、5着で終えた。次は、ジャパンカップに出走。北サンブラック、里のクラウン、ソウルスターリングや、 この年の東京優秀に勝ったレーデオロラとの対戦となった。この競争でも4着と勝てないまでも堅実な走りを見せた。その後は翌年の京都記念を目指していたが、12月下旬に骨折が判明したため、その後の予定は白紙になり、休養入りとなった。故障から回復して札幌記念で復帰、安城あルメールに戻った。レースでは、 最後の直線で一度は先頭に立ったが、最後にサングレーザーに花咲かわされ二着に敗れた。自走は天皇賞を選択。ルメールはこの競争に出走したレーデオロの主戦騎手を務めており、マカヒキの鞍上には竹豊が指名された。しかし、レーデオロが優勝する一方、マカヒキは七着に敗れた。次はジャパンカップに出走する予定であったが、 本調子に戻らなかったために回避。その後、ファン投票12位で選出された、有馬記念に出走した。ルメールは、レーデオロ、部は、お重調さんを選択したため、岩田康生が騎乗し、結果は、国内では、初の2桁順位となる10着だった。2019年も京都記念から始動。単勝2番人気に、支持されるが、ダンビューライトの3着に敗れ。 ここでも勝利を逃す。続く大阪杯では、自身を含め8頭の GI 馬が集まる中、単勝で14頭の出走馬中10番人気と、大きく評価を落とす。しかし、有馬記念では完敗した、ブラストワンピースに先着するなど、勝馬のアルアインから0.2秒差の4着と、健闘を見せた。復活をかけて挑んだ宝塚記念では、自身を含めた、 GI 馬6頭が集まる中、レイデオロをはじめとする他の GI 馬や重賞未勝利の最強の一勝馬エタリオーなどにも遅れを取る7番人気となる。レースでは最後方から馬群を追う形となると、直線では緩めの馬場や展開が向かずに伸びをかき、12頭中の11着に敗れた。休養を挟み、前年と同じ部の騎乗で天皇賞に出走。この競争は、 前年の参冠品馬、アーモンドアイなど10頭の GI 馬が出走する、豪華メンバーとなった。マカ引きは、単勝8番人気で出走し、10着に敗れた。自走は、ジャパンカップに出走。年下の東京優秀に優勝馬、レーデオロやワグネリアンラとの対戦となったが、ここでも、重勝未勝利のエタリオーやジナンボをより、下の単勝12番人気に甘んじる。しかし、 最後肩からレースを進めると上がりサンハロンをメンバー最速で足を伸ばし4着に入った。前走に引き続き起乗したたけしは狙い通りこれしかないと思っていました。最後はしっかり足を使って復活の兆しが見えましたとコメントした。ジャパンカップの後は同級者のワグネディアンだと同じく年内は休養することが決まった。この年は大阪杯から始動。 短期騎士免許で来日中のライル・ヒューイットソンが起乗し、12頭中の11着に終わった。三冠馬3頭が出走したジャパンカップはダービー馬でありながら、単勝万馬券の226.1倍と支持率が極めて低く、着順も急着であった。2021年は天皇賞からの指導。藤岡孝太が帰乗し、17頭中12番人気で8着に、 終わった。以下の内容は、netkeiba.com の情報に基づくが、海外の競争の一部情報は、各競争に示した出展にも基づく。海外の競争の日付は、現地時間。馬場状態のボンは、日本ではヨババに相当する。表中のアステリスクは、海外で生産された後に、日本に輸入された馬を示す。ありがとうございます。